頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。ロコポルティ、これは好スタート。カフジオクタゴン、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してロコポルティ花に立ちます。その後ろからはカフジオクタゴン、この馬も上がっていく構えです。ビヨンドザファザー後方に控えました。もう一度先頭から先手を取ったのはサンライズアリオン、その外からオメガギネス、その隣にロコポルティ。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。これに続いてカフジオクタゴン、少し間が空いてサンマルレジェンド、その後ろからはグリューホルム、その外にサンデーファンデー、ピンクの帽子リチュアル、その後ろフリームファクシー、それに続きます。外にはバンヤール、ここにハギのアレグリアス、ここにつけたのがカンピオーネ、ビクティファルス、それに続いています。その横にハッピー、隣にはビヨンドザファザー、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ先頭は依然として2番サンライズアリオン、外を通ってオメガギネス、ロコポルティ3番手、後続も追い上げていきます。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。オメガギネス、ここで先頭に躍り出た。これはさすがに体勢消したか。残り 200m を通過してリードは1マシン、後続の足色はどうか。リッチュアル離されていく。先頭はオメガギネス、1着でゴール、2着にはどうやらハビ。オメガギネス見事このレースを制しました。頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはサンマルレジェンド、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してサンマルレジェンド花に立ちます。その後ろからはサンライズアリオン、この馬も上がっていく構えです。さらにはサンデーファンデー、16番オメガギネス、その後ろ先手を取ったのはオメガギネス、少し離れてリチュアル続いています。その横にハギのアレグリアス、内からバンヤール、この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。ロコポルティ、その前に進出ビヨンドザファザー、それに続きます。この位置にカンピオーネ、その外からビクティファルス、すぐ後ろにグリューホルム、内を通ってエナハツホ、外にはフリームファクシー、隣にはカフジオクタゴン、しんがりからハッピー、各馬砂煙を上げてかけていきます。さて先頭に戻りましょう。先頭は変わらず16番オメガギネス、先頭は依然としてオメガギネス、内からサンマルレジェンド、内々からサンライズアリオン、後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はオメガギネス、第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。先頭に立つのはオメガギネス、内からハピ先頭、残り 200m を通過して2番手はロコパルティ、この足色はどうか。ハピ先頭、2番手はロコパルティ、先頭はハピ、1着でゴール、2番手は接戦です。勝ったのはハピ、このレースを制したのはハピ。頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはハギのアレグリアス、フリームファクシー、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくオメガギネス行きました。続いて前へ行くのはハギのアレグリアス、ビヨンドザファザー、後ろからになりそうです。もう一度先頭から先手を取ったのはサンライズアリオン、その隣にオメガギネス、ハギのアレグリアス、それに続いています。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。少し開いてフリームファクシー、ここにつけたのがサンデーファンデー、これに続いてサンマルレジェンド、その後ろにビクティファルス、外にはカンピオーネ、その外にリチュアル、バンヤール、そのうちに続いています。外を通ってカフジオクタゴン、この集団にロコポルティ、内からビヨンドザファザー、内からはハピ、この位置にグリューホルム、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はオメガギネス、2番手のハギのアレグリアス、先頭を捉える勢いです。サンライズアリオン3番手、後続集団も追い上げにかかります。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。ここで先頭に立ったハギのアレグリアス、その差は3馬身から4馬身、200を切った。後続とは1馬身、このまま押し切るか。2番手はバンヤール、ハギのアレグリアス、これは体勢消したか。ハギのアレグリアス降臨、2着にはどうやらバンヤール、勝ったのはハギのアレグリアス、このレースを制したのはハギのアレグリアス。頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはサンライズアリオン、綺麗なスタートを切りました。予想通り先手を取りました。サンライズアリオン、2番手にはサンデーファンデー、さらにはオメガギネス、14番リチュアル、その後ろ先手を取ったのはサンライズアリオン、これに続いてサンマルレジェンド、
その隣にグリューブルム、すぐ隣にロコポルティ、バンヤール、それに続きます萩のアレグリアス。上がっていきました。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。少し間が空いてカフジオクタゴン、その外からビクティファルス、フリームファクシ、すぐ後ろ内からエナハツホ、外にはカンピオーネ、内を通ってビヨンドザファザー、しんがりからハピー、各馬砂陣を巻き上げ進んでいきます。それでは先頭から10番サンライズアリオン、依然として先頭です。リードは1馬身から2馬身。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ先頭は依然として10番サンライズアリオン、萩のアレグリアス、追い上げてきたオメガギネス、3番手後続集団も追い上げにかかります。4コーナーをカーブして、さあこれからです。サンライズアリオン先頭です。外から勢いよく萩のアレグリアス先頭、あと 200m、 ロコパルティ必死に追いすがります。ロコパルティ先頭、リーチュアル抜き去る、リーチュアル、リーチュアル1着、2着以下は横一線です。勝ったのはリーチュアル、このレースを制したのはリーチュアル。頂点に立つのはどの馬か、いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはロコポルティ。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してロコポルティ、鼻に立ちます。その後ろからはサンライズアリオン。この馬も上がっていく構えです。さらにはオメガギネス。6番サンデーファンデー。その後ろサンライズアリオン。先手を取りました。少し離れてサンマルレジェンド。続いています。すぐ後ろにハギノアレグリアス。これに続いてリチュアル。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。青の帽子バンヤール。その後ろ、その後ろにカフジオクタゴン、隣にはカンピオーネ、外にはフリームファクシー、並んで16番グリューボルム、ビクティファルス、そのうちに続いています。この集団にビヨンドザファザー、すぐ隣にエナハツホ、最後方にハッピー、各馬砂煙を上げてかけていきます。さて先頭に戻りましょう。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はまだ8番サンライズアリオン、オメガギネス、追い上げてきたロコポルティ、3番手後続集団も追い上げにかかります。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。サンライズアリオン先頭、外にバンヤール、先頭にサンライズアリオン、あと 200m、 ここで先頭変わってサンデーファンデー並んでいます。バンヤール先頭はサンデーファンデー、サンデーファンデー1着、サンデーファンデー、バンヤール2着に入ったか、サンデーファンデー見事このレースを制しました。頂点に立つのはどの馬か、いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃ったスタートです。さあ花を奪うのはどの馬でしょうか。予想通りサンライズアリオン先頭です。これを追ってオメガギネス、さらにはリチュアル、1番バンヤール、その後ろサンライズアリオン、先手を取りました。その後ろからはハギノアレグリアス、黄色の帽子サンマルレジェンド、その後ろこれに続いてサンデーファンデー、これに続くのがロコポルティ。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。内を通ってカンピオーネ、ビクティファルス、それに続いています。ここにグリューボルム、隣にはフリームファクシー、その外からカフジオクタゴン、ハピー、すぐ後ろ、すぐ隣にビヨンドザファザー、最後方にエナハツホ、各馬砂煙を上げてかけていきます。それでは先頭から8番サンライズアリオン、依然として先頭に立っています。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ先頭は依然として8番サンライズアリオン、外を通ってオメガギネス、間を挟んでロコポルティ、3番手。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭に立つのはサンライズアリオン、しかし後ろとの差はわずか。これはどうだ。残り 200m を通過して2番手はロコパルティ、この足色はどうか。ロコパルティ、ビヨンドザファザー抜き去った。ビヨンドザファザー1着、2着にはどうやらバンヤール、その後ろにロコパルティ、勝ったのはビヨンドザファザー、このレースを制したのはビヨンドザファザー。